パパも今日休みだよって言ってお前今度ちょっとパパに連れてもらう、ドライブしてもらう、パパも休みだよって。お前あのどこやったっけ、淡路島行きたい、来ようとしてました。新潟来たことありますか？ない。行きたい。いいですよ。マジで空気が美味しくて。マジで案内して。その時でも私の地元は何もないです。田舎やもんな。山しかないんで空気すんだ。こっちが美味しすぎて倒れそうになります。マジでそんなに違うの、はい、やばいやん。じゃあ大阪来た時空気まずいなと思ったし、なんかもうすごい物がいっぱい落ちてる。物がいっぱい落ちてる。どうやったら落ちるのって、物が落としてるんですか。いや待って、落ちないじゃないですか生きてたら。そやな、それはそうやわ。悪いと思います。そうやな。だって今日あのお店行くまでのさ道、あのおばあちゃんがゴミ袋持って下に落ちてるタバコのやつとかペットボトルとかを入れてた。それやりましょう。じゃあ休憩やってくれる。はい、じゃあ何番の周辺お願いしてもらっていい。あでもちょっと苦手か。なんでね、ちょっと潔癖なんで。あそうなんや。ダメです。すごい、今度出るんよ。ありがとうございます。何位まで。3位以内です。いないか。はい、3位に入ったらいい。セーフ。セーフやな。可愛いしてあげよ。ここにいて可愛い。早く愛しなしよ。はい、最初大阪怖かった原因は隣の人ちゃうやんな。まだあの会ったことなかった、うん、おい、ただ単に来たことなかったんで、うん、めっちゃおしゃれだな。なんか私も欲しいんだけど、今から。え、いいんですか、うん、やっていいんですか。メンバー結構やってんで。え、いいんですか。うん、なんであかんって言われた。なんか書いてありました。なんでなんかメンバーダメって、はい、マネージャーか関係。まあでもいいと思います。お願いします。あ、こういうところあなたいいんか。え、私結構みんながルームやってた時欲しい投げしてたで。一人一人のやつ行って。え、アカウントがあるの。ないでしょ。大丈夫だと思います。普段腕時計とかしますか。今時携帯で見ますよ。今時じゃなくて見る人は見るの。そうなんですか。スマホ触れない人と見るでしょ。あなたは現役だからこうやってスマホでこうやってパシャパシャパシャやってるけど、これがお仕事だからね。私たちすいません。でしょ、ほら。ちゃんと謝って。負けました。ん、これどう星投げてたらいいんやっけ。そこ押したら。これ90全部。はい。もうやり方忘れてんけど。あ、これでもあれか、1,2,3 ってカウントしなあかんのか。これカウントするときは1送信、2送信でしたっけ。多分。アニメの中だから大丈夫って書いてある。じゃあもうみんなに頼もうかな。教えて誰か。10連ランキングにはなんて言うんですか、関与ですか。私ごめん、漢字読まれへん。私も読めないです。50、あ、50まですんだっけ。ありがとうございます。ショールームのイベントやってなさすぎて分からへん。
私もわかんないです。カウントの数字だけ送ればいいです。え、それだからカウントを数字を送れるとき、送るときは1送信2送信みたいな。ゆうちゃん好き、ありがとうございます。関与やって、関与、関与してます。あ、鎖骨を肋骨って言うのくらい。おい、舞台スタッフしてますってさ。本当だ、腕時計は必須、必須らしい。やっぱスマホ見てたら怒られねえって。あ、当てるらしい。じゃあ今からカウント先するね。ありがとうございます。送信、あ、イベント、送信、今イベント参加してます。神戸コレクションのやつです。これ10まで10まで50、50、50巻。あれ、10まで11。バイバーイ。50ね。まではコメントログにできない。もうとりあえずしちゃおう。来てないですよ。え、コメント聞こえへんの。50までって言われてます。じゃあ、だるま100個ありがとうございます。石田さん、ありがとうございます。感謝してください、本当にありがとうございます。あの、私オーディションの時から、山本美香さんが、で、あの、握手会の時とか話しかけたいんですけど、話しかけられないんですよ。美香のな、オーラすごいからな。はい、でも喋ったらめちゃくちゃ嬉しいと思うけどな。そう、嬉しくない先輩なんていないからね。めっちゃ緊張しちゃいます。未だに大丈夫、私と喋れてるから。私喋れてるから大丈夫。ゆきのユニットで寝てる時何考えてるの。寝てる時、あの、左右気にまたがれて、あ、何も考えてないです。あの、ヘッドセットの後ろが寝るときに当たって、あ、そうやな、当たるね。気合でちょっと押し込んでるんですけど。行きました、ありがとうございます。ちょっとこれがめんどくさいな。私それでもゆみさんが配信してるときやってます。そう、もし投げご飯食べながら、え、かわいい。あれ、ん、ブブには坂下さんが推しって書いてたが、って書いてたね。ん、書いてんの。あ、そうですね。あれ、でも推しとあの好きは違う、違うんです、憧れと。まあ、そうやんな、はい、確かに推しはもう本当に尊いですよ。うん、また違うからね。お願いします。ポンポンやん。ね、今から練習するの。はい、やばいな。はい、出します。ユッキーの以外ひどひどい。1時間空くから。1時間空くの。うん、もうあのイベントのやつ。うん、もうやんでないか、大丈夫か。私ですか。全然大丈夫ですよ。もうレイポン配信してだって。レイ、うん、しようかなって思ってたんですけどね。うん、なか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 な、時間が難しいよな。出します、明日言っといて。明日レイポン、明日配信するらしいです。生誕のお手紙書いたことありますか。ある。私、あの、語彙力なくて。私もないで。でも手紙の時はな、普通に書けんねん。とっさに口から語彙力が出へん、言葉が出ない。書くかな。去年めっちゃ書いた、後輩に。うん、泣いちゃいますね、ゆりさんから来たら。そう、まだ9期のやつ来てないわ。次はレーニアです。何？ SMS？ あ、そうです、 SMS 認証みたいなやつあるんですよ。ちょっと早く、これ上に書いた方がいい。書いた方がいいな、それ。ですよね、うん、そっち書きます。
ちょ無駄になっちゃうこの星。もう私無駄になってんじゃんこれ。これ25文字しか入らないんです。SNS。これえ？いや私多分昔にな一回やってるから。ちょっと無駄になっちゃったんじゃない？カウントだけしか入ってないんじゃんこれもしかして。マジで、ちょっと待って、他のルームに行くわ、絶対星集めてきますちょっと抜けますこれ誰のされてるはずって言われてます。あ、じゃあ大丈夫です。まあ、星集めしていきますね。今、雪のしかしてない。え、やった、じゃあタブーのあの私のやつは、ほら本当だ、チャンスです。ちょっと他の人のルーム入るにちょっとあれやな私名前書いて入ってますよ。あ、星集め。なるほどね、はい、めんどくさない、いちいち気まずいね。何時まで配信、これは19時までです。優しいやんって言われてます優しいよ、優しいに美しいやから確かに花言葉で多いですよ。あー言ってたな、もうごめんの。あ、6人しかしてないの？そうなんですよ。そうなんや、意外と少ないんだね。一番フォロワーが少なくてちょっとピンチなんです。ああまあまあまあ、はい、始めたばっかやからな。でも昨日4000人も来てくださったんです、配信。ええー、すごっ。だから全員がフォローしてくれたら急に6000人ぐらいになるんです、フォロワーが。みんなすぐ抜けちゃうから。確かにね、ちょっとダメダメ、ちょっとダメダメ、ちょっとダメです、みんな私も名前変えて。ルームフォローしました、ありがとうございます。やっぱ普通にこの名前で入ります。ゆきのいつもと違っておとなしいよ。それはほんまや、いつも通りに。それは無理です。なんでよ緊張してます。うん、マリナちゃんマジで頑張ろう。お顔がタイプですよね。やったかわいい、やったーってかわいい。今日静かだねって言われてる。そりゃそうですよあ、コメント流れ入る。緊張するんだって。公演毎回まだ緊張します、実は。マジ？うん、めっちゃ緊張します。あ、そう、まあそっか。公演でもまだ、え、何回？今も何回目？え、何回目だろう。ちょっとわかんない何回ぐらいやってんの？6回目とか7回とか6ぐらいやな。あのユニットの前が緊張します、最初よりも。うんうんうん、ユニットの方があの目立つじゃないですか。あ、まあそうやね。だからそれはそうや。27日公演行くよ、ありがとうございます。隣の子はジョッキーって書かれてたけどまだ入ってきてないジョッキー1人目です、うん。オーディションしたんですか？あ、もうオーディション書類送って合格。だるま100個ありがとうございます。今だるまヒョウ柄なんですよ、ほら。あ、違かった全然違うな。あ、ほら、ほんまよ、だるまじゃん。あ、ほんまよ、あった、たこ焼きもよ。これ48グループであるやつで、うんうん、NNB はヒョウ柄なんです。知ってるよ、それは。え、したんですか？私昨日したんです。あれ、なんの、なんか可愛いの着てるなと思って見たら、ヒョウ柄のだるまやったの。ゆきのは9期生の中で一番大人しいんで。うら、そんなことない。いや、そうです、一番静かです、一番大人です。マジでうら、そんなことない22日今、新しく始めたこのショールーム。自分の誕生日で劇場当選しました。おお、人生で一番楽しい誕生日ですね。楽
な。公園そうやんな。ゆうちゃんの前でもよく喋らない、喋らないですよ、見つめるだけ。はい、目はよく合います。うん、そうやね。ゆきの怒ったら怖そう。怒ったことある？ないです。え、イラついたことは？ないです。嘘つけ。あるやろ。あったやんか。ありますありますけど、そんな感情を表に出さないです。なんで、なんでなん？なんかめんどくさいから。あ、体力使うじゃないですか。確かにそれはある。あ、姉さん姉さん姉さん反抗期は、うん、あの生まれた時からお母さんに言われました。生まれた時から反抗期って。そうなの？レジスタンスめっちゃ合うんですよ。うん、いや、めっちゃ合うと思う。だから私さ、初日メンバー決まってさ、ユニット組むやんか、ユフィの絶対セーフやなと思いながら言ってた。でもレジスタンス一番好きです。あ、そうなんや。本当はわがままやりたかったんです。なんでみんなわがままやりたかったの？わがまましか聞いてなくて曲、うんうん、やる気満々で。でもゆきぬの表情やったらちょっとまだまだかな、うん、あのゆかとれいぐらいの表情になってくれたら頑張ります。うん、ちょっとまだ反抗期出てるわ。わがまま反抗期なんからな。確かに、うん、もうちょっと子供っぽい、うん、子供っぽさね。無邪気さがね。ヘッドホンが可愛いですよね。あれあれ可愛いよな。本当に NBC 用の衣装作ってもらってね。マジレスだった。ユーミンのわがままいつ見れますか？誰が見たい？見たいです。誰が見たい？見たいですよ。年がら年中反抗期でいいよ。あ、クロスかと思った。そうか。あ、でもクロスも最近結構鼻歌で歌ってます。あ、そうなんや。いいもんなあれ。楽しい、やっててクロスは。衣装もかっこよくて。確かに。で、3位になりました。え、ありがとうございます。すごい。2位まであともう少し。まだまだいく。もう少しでいっちゃう。まだ今日2回あと配信あるんで。そやんな。これ1回目。はい、7時45分から8時45分で、うん、で、9時から10時。なるほどね。応援してます。急に応援してます。応援してあげて。やっぱりさ、ワカタンめっちゃクロス似合いますね。うん、めっちゃ似合う。ワカタンのクロスめっちゃ好き。うん、似合う。足の蹴りすごいな。ワニやった。結構。私置いて中学生じゃないです。お腹に行きやがったな。はい、はい、ずるの、ずるいの。私たちの分も買ってきてほしかったな。1個食べる？いらない。あ、そういうことですか。お疲れ様でした。あ、アバター当ててバイバイ。バイバイ。ママお疲れ様でした。バイバイ。仲良く帰るねんで。はい。この前喧嘩したって聞いたから。ポヨリン、その上の服と、うん、あのコートを買おうと思ってた。え、そうなの、うん、え、でもこれ、じ、あれじゃないよ。わかった。じあれる。ユーミンと何食べた？はい、内緒です。内緒でいい。もうさっき言ってんけどな、さっき言ってんけど。内緒です。ちょっと近いの方がいい。めっちゃいい匂いする。誰が？え、わなか？ゆうさんが。でもこの間歩いてたらゆうさんの匂いして。ありがとう。探した？振り返りました。ドラマみたいに。じゃあ食べていきましょうか。お願いします。二人の会話も密かに好きです。なんかあの昨日のショールームのコメントで密かに好きって言われるんですけど、別にあの密かじゃなくていいですよね。の大胆に出してほしいよな。はい、めっちゃ思う。それは出してくださいよ。めっちゃうまそう。初見にやって
あ、現在96位やな、吉田さん。1位目指します。皆さんと負けないで。ランキング読むときに、うん、負けません。いただきます。何やんた。何を見てんねん。まだだ塩の方が美味しいで。塩です。で、天才。ありがとうございます。ウワソースイート。え、ネギ入れてる？ネギ入れてないです。はい、もう最悪。え？めっちゃ上げて下げられた。失格。帰って。え？帰ってやばい。ちょっとお腹空いてきたな。はい。うん、え、これソースかかってる？かかってない。ドキリや。ドキリや。それ塩ちゃん。え、これ醤油。あ、あ、この前塩か。え、え、これ何ですか？今、ただのかつぶし。食べてみたら。食べてみます。ごめん。いいよ。だしか。だしや、だし、だし。さゆきちゃん。声でバレてる。ごめんなさい。さゆきちゃんです。さゆき声でわかるよね。はい。嘘ですか。出るかもと。誰？ちゃん安心感あります。キュウキこれ特徴はもう。あ、ネギ塩マヨが一番天才。そうそう。ネギたっぷりのたこ焼きが一番美味しい。ネギ大好きです。ああ。ほのかいないですよ。失格です。西馬も声分かりやすいです。ああ確かに。じゃあ選挙も出しますかね。醤油とカツオ。あ、そういうか、このセットしてることも言いたい。欲しいですか、うん、食べな、食べたい。いらない。いいよ。いらない。でもずっと見てんねん、たこ焼きの方。見てないですよ。いいよ。どこ見てんの。じゃあここ見てよ。あ、そうね。はい。あ今日花粉やばない、うん、次何時から。次は7時45分です。今日花粉やばいな。花粉症なんですか。私花粉症でもそんな重症ほどではない。私によります。あー、え、目かゆくなる人。鼻水です。鼻水か。鼻水も嫌やな。公演中嫌じゃない。うん、私鼻水はあんまり出へんけど。一回めっちゃ危ない時ありました。歌う時に鼻水出そうになって、うんうん、どう思ったの。ちょっと出てて、うん、お、私も公演中の鼻血出たことあるわ。えドセンターでサビやで、しかも、移動もできひんし、はけられへんし、まず待ってて、やっててで次の2番の移動の時にはけて、鼻血、ティッシュ詰めて。ティッシュ詰めて出たんですか。出てないその時は。出た時あったっけな。やばい。いや、ないな。めっちゃ昔の話だけど。あ、そうなんですね。研究生時代。何に興奮してるし、暑すぎてやろ。もうねもあったね。そうやな、多いな。だって9期で言うとゆかたん。ゆかたんめっちゃ鼻血出すな。ね、こういうのも一回鼻血出たな。そういう出た。いや、私人生で一回も見たことない。あと何ポイント。あ、でもちょっと人生で一回だけや。9期生のエピソードありますか。9期のエピソード。なるために、なるためにエピソード。どういうエピソードできたい。楽しみ。え、密着見た。見ました。でもちょっと待って、楽しみって何。楽しみ何。エピソード聞くのが楽しみ。なんかこれからの活動が楽しみ。あ、急やな。急やな。急やな。何だっけ、密着見た。はい。あのさ、天、あ、天、すいません、小よりのさ、涙流してたやんか、あの時。あれは何の涙やったの。何やろ、汗しみたんか。いや、でもそれはないと思うんですよ。ちょっと汗しみたんか。めっちゃ号泣してたのに。多分感動ですね。覚えてないやん。まあまあ、でも結構経つからな。そう、感動ですね。感動感動ですね。みんな泣いてた。最後、最後よく泣いてたの。なんか天奈は人の涙を見て泣く。めっちゃ優しい人。だって私の誕生日、ケーキ出てきて、私じゃなくて天ちゃんが泣いてました。なんで。なんか、そう、素敵やなと思って。素敵やった。あれは素敵やった。うん、素敵やった。いや、私あれ泣くと思わへんかった、あのリハーサルで。タンポポですか。え、なんかもう始まるんやとか、なんかいろいろ考えたら。でも秋田先生に怒られてる。めっちゃ怒られました。めっちゃ怒られました。なんで泣くねんってな。
なんでダメなんですか、泣いちゃう。ん？なんで泣いちゃう。私大きいやと思うよ。トラウマでしたから。あ、そうなんやな。わかる。そうやな。この前は、うん、初日の時もな、涙ちょっと出かけたよ。はい。あ、密着次回最終回。あ、そうなんや。もうバイバイやな、ね、みんな。悲しい。寂しいな。ね、12回って結構長いよな。ゆみさんもタンポポの決心で昔泣いてたんですよ、ね、うん、あ、でもこの間の休憩一緒に寝たよ、うん、あの時泣いてたやつし、えなんかね、アーカイブ見たんですけど、そう、見たけど、分かんなかった。マジでめっちゃ綺麗にゆみさん泣いてたから、じゃあ分かんなかったかもしれない、うん、綺麗すぎて見えんかったと思う自分で言わポニーテールらしいです。あ、これね、セイトボニーが可愛い。ねえ、頑張れ何が何が、あんたちょいちょい、なんなん、怖い、ゆきのイベント頑張れって思った、うん、そういうことね、うん、頑張ってほしい。お前みんな、あれ投げてあげな、欲しい。そう、なんかいいらしいよ。いいの、うん、じゃあ SMS 認証して、うん、SMS 認証してるよ、ゴリやるやるやる。なんか昨日の密着でハーフツインだったじゃないですか。うん、あ、そっか。あれめっちゃ皆さん喜んでました。でもみんなやっぱツイン好きやねんな。でも違うかったよ、お母さんには今のがいいって言われました。でしょ、私の見る目がいい。よかった。めっちゃマナミはいじってきますけどね。なんでこのハーフに、私も低速で、あのハーフツインじゃなくて、あの後日やろ、ハーフに、はい、なんでなんか半期だってなんでそんな半期なんて言ってくるんですよ目がつっちゃうんで、あれ。あ、確かに。まだちょっと慣れてないです。ごめんね。でも正解やと思うな、ハーフには。うん。え？泣いてるよ、今。え、嘘。うん。いただくゴリじゃないね、ノーネーム。怪しい。あれ、数字カウントしてあげよ。あ、50カウント。あれ、みそながやってくれるって言ってました。あ、そうなんや。はい。あ、こっちのはるみずあさん、だるまありがとうございます。あ、また来た。じんくん、そしてありがとうございます。めっちゃ人来てるね、あんで。ほんとだ、ありがとうございます。いつ投げてんの。ともたんさん、あ、この方いつも来てくださる方。のありがとうございます。うちの雪乃がありがとうございます。マリナさん、マリナちゃん、だいたいなんかすっぽいの押していって、ありがとうございます。なんか俺とこちゃんめっちゃ、はい、うん、のじゃあそれです。おしゃべりしよう。失礼します。ケンさん、ありがとうございます。はい、リップでも飲んでます。ん、まだやってない。あ、タツオジさん、ありがとうございます。ハート、うん、あ、でもね、ちょっとやってる、それちゃんと、うん、やらな。何ですか。焼き鳥先生さん、マサさん、あ、どっち、あ、焼き鳥先生さん、タコありがとうございます。マサさん、うん、星ありがとうございます。ナナちゃんや。ナナさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ汗かいてきた。なんで緊張して。なんでやねんなんでやねん。ロクユウちゃん、ロクユウちゃん、どういうこと。カウントしてなんなん言うちゃんじゃないですか。そういうこと。いや、入るか、そのカウント。めっちゃおもろいやん。ね、どんどん来る。50カウントするのかな。ありがたいですけど。50ゆうちゃんするのかな。黒髪。何怖い。余韻がやばい、ほんまに。あ、またカニ。いや、嬉しい。ゆうちゃんにお願いされたから。あ、応援してます。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとう。少しですがやってさ、うん、あ、呼び方変わった。27までに1回しやがった。呼び方変わってますね。10呼びになってます呼びしてんのかどんどん変わっていくんじゃない数字が増えれば増えると。今から星集めてくるね。ありがとうございます。わ、タコがでかいから好きだよ。10人やめた。いや、諦めた諦めないでよ。リーゼント、かわいい。そういうことかわいいな。
最近髪伸びたんで、最近弟ボブだったんです、エネルギーになる前まで。え、そうなん？イメージがわかんない。これくらいの、今どっちが好きなの？ロングですかね、うん、ロングやな。ごちそうさまでした。うまっ。マイ、マイメロさん、桜餅ありがとうございます。キクヤンさん、ハートありがとうございます。なんか、飲み込んでないかもしれない、気づいたら早くしてる。いや、コロナだって潰れた今。そうなのかな、いっぱい潰れたよ、いっぱい。綾乃さん、ハートありがとうございます。そう、ゆみさんとよく目合うよね、うんうん、めっちゃ合う。見たら、いつも目合いますよ、うん、な、合うな、めっちゃ合うよな。めっちゃ合います。いや、合わそうとしてくんねえか。合わそうとして、ちゃん頭ポンポンしてほしいな。ゆきのちゃんはゆうちゃんの髪型何が好き？何でも好きです。かわいいね。え、そんな照れてるの？照れといて。神戸コレクション頑張れ、ありがとうございます。昨日でもファンの方に先輩とコラボした方がいいよって言われて、うん、今日もだって私も言ったもんね。はい、たこ焼きが上ね。オッケー、入れとくわ。ここの店で、ここの店でな、はい、絶対食べるよ。え、青いな。仕事に戻るね、9時からお邪魔するね、ありがとうございます。とか言うて。いや、タピオカ10杯飲んでみた。えぐいって、それは飲んでみた。チャレンジだ。うまい。次はメカナのところ。いや、絶対に無理です。喋れへんくなりそうやな。私以上に喋らなくなる。絶対に無理です。なんや、こっち来る。なんで、なんで映ればいいのに。ダメです。なんでなん。ダメです。何があかんの。ね、何があかんの。なんでダメなの。ダメなんです。何があかんの。今レッスン着だからダメです。何やそれ。ここしか見えてない。大丈夫やって。おいしいね。しかもピンクだし。ダメなんです。あかんです。ダメなんです。私もダメなんです。え、切っていいの。ね、わかる、うん、でもレイ出ないの。めっちゃおいしい。なんでなんでなんでレイポンって呼ばれてんで。何が着てって。何が一番に協力するって言ってるんです。誰に誰に。ちなちゃん、だるまありがとう。しまこさんもだるまありがとうございます。まーにーさんもハートありがとうございます。に言われたの、はい、言ってほしいなって。じんくんありがとう。タコ10個。それそっち出てこっち出ないって。どっちも出ていいんですか。どっちも出ていいねんで。いいんで、協力やったらいいねんで。あ、そうなんですか。うん、ダメだと思いました。何やそれ。じゃあ私が出てるのに今ダメや。今あかんやん。で言っていいんですか。でやめて。かわいい、かわいい。怖って言われてます。え、怖くないよ。失礼します。なんで私がセンターにおねんの。しかもピンク、ピンクや。どうかした。浮いてる。で、うん、ね、どうしよう。おいで、誰かおいで。何やねん。食べてるな。レイポン、なんかコメントめっちゃ多くなった。イエーイ、レイポンのおかげで。え、こんにちは。え、これだけやで、登録終わり、終わりやで。違う、そう、雪レイは多いんで。そうなんだよね。え、そうなん、意外。めっちゃ多いんです。じゃあこっちに行くんじゃない。ダメです。ダメやねん。ダメです。これじゃあ、これ押すだけ。そうなんや、意外やな。めっちゃ楽しそう。思った思った。意外すぎん。意外です。なんでなん。いや、よくわかんない。だって種類違くない。食べたい。髪型とかも。あ、そう、髪型一緒やん。それは頑張ってくれる。可愛いな。なんでこんな照れてんの。いつも出れへんよ、そんなに。ダメです。わかるやん。今日はそういう日なんです。どういう日やねん。どういうこと。どういう日なん。どういう日なんか教えてもらっていい。なんで怒ってないですか。いやー、怖いです。アイディングス書いてある、自分のパスワード。怖い。
あ、みーたん、みーたん、みーたん、ななさん、ありがとうございます。けんさんもタコありがとうございます。しゅんたさんもだるまありがとうございます。あ、スノーマンさんかわいい、ありがとうございます。じんくん、タコありがとうございます。あれあれ違うね。なんでなんでな、なんかほんまキューティってさ、テレ屋さんが多いです。なあ、多いよね。多くなるんですよ。みんな陽キャンですよ。陽キャンな。でも私二人になるとな、近くいるやんか、めっちゃ照れんねん。なあ、それは多分レイポンの性格かん。みんなにもそんな感じ。違う、はい、もうやだ、違います。えやっております。ゆきの、まあ、ちょっと待ってて ね、えー、はい、まあ、強力なのだから。やば、強力さすぎて。やばい、なんで今のうちだけって言われてそんなことないですよ、ね、嫉妬してんねこの人。確かに嫉妬してんね。ゆみさんが美しすぎて照れてる。それにさ、マスクいてるっけ。違うね、違うね、もう絶対自分で考えたから。あ、ゆき、どつけ。自分で考えた。絶対誕生日だから。え、自分で考えてないかも。考えてないよ。ショールーム時代してたやろ。その時に。レイポン鏡越しでも あなたいいらしい。あ、もうダメやね、こんな時な。いやいやいや。あざといもんな、キユキ、あざとい多いかもね。てんちゃんめっちゃセクシー。もうマジでやばい。すいません。もう希望ない。だからどうしよう。ゆうちゃんとキュウキを並び見ててほっこりする。あー食べたい。これ食べたい。これじゃない。違う。そのままどれやねん。あーマジわからん。どれですか。何これ。セクシー担当はゆきの。確かに絶対に。え、さゆきやど、さゆき、さゆきさゆきさゆき。やめてよ。あ、パスワード。はい、マネージャーさん聞き、聞き、なの、変えちゃった。え、変えちゃった。変えられました。メール、めっちゃ前に変えられました。え、変えられたということ。明日帰宅されました。え、マネージャーさんから変えられたの。違います。帰宅です。あ、帰ったってことパスワード変えられたんかな。さゆきかわいい担当。またこんなやつ。違います。もうダメだ。さゆきセクシーターン。ゆきの明日でもいい。え、いいよ。てんの明日やるから。ごめんね、いいよ。いっぱいやる。その間に集めとくわ。あー、こしまいです。くゆりにさっきやられました。しかもつまってつまって。え、誰これパネル。セクシー担当さゆきやも。はい。ちょっと前髪がもう。え、誰か。ちょっと待って。あ、ハーサちゃん。みなみハーサ。あ、ほんまや。あ、ハーサさん。なんか誰かいると思ったもん。他の人絶対分からん。多すぎるやろ。ハーサさん。何時までやったっけ。7時です。うん、あ、桜降ってる。本当だ。今大阪城桜すごいらしい。え、やばいやばい。ゆきこ先生ありがとうございます。桜、お花見、お花見したい。いや、私さ、わかる。昨日一人、昨日一人でお花見した。え、寂しい。どこで。あかん、言うたらあかんけど。あの移動中、行き道。わらら寂しい。でもそうだよ、一人で歩けるから寂しい。超寂しい。わらら、わらら、シュクシュクラさん。これ行きたい。これ絶対行こう。シュクシュクラさん。雪のことないんだよ。これがめっちゃ美味しそう。これこれもちおる。それはもちおらんといてよ。なんか網みたい。うん、小ささがある。マジでここ荒れてる。お腹が噛みすぎて。マジめっちゃ噛んでる。赤いね。これどう、今日のブログ。可愛いよ。やめよ。なんで。もう変な写真しかない今日。頑張ってレイが撮ったよ。多分な、被写体があかんねん。いや、
私の撮ったやつは、うん、ちょまっちや今日にゃん吉と撮ったよ。にゃん吉、うん、にゃん吉ダブロー、そう、膝の上座ってきたから。なんか喋りなさいよ、喋りなさいよ、10本吉と撮ったよ、喋りなさいよ、うん、どこ見てんねなんかピンク多いね、え、自分もだし、うまよ色違いすぎやろ、バナナ、バナナやん、バナナな、この写真良いくない、良い、めっちゃいい、ちょっと化粧濃ゆいよ、待って、それ私撮ったやつよ、うん、これ好き、え、ゆうちゃん、頭ポンポンしていいやって、たまらんな、バナナ、バナナやめて、はい、今日これ食べました、あ、うわこれマッチョになるよ、およりてんちゃん、今日時計してますよ、時計、時計してますよ、変な時計な変な変な時計、旧期生の初対面の印象聞きたいです、私のタコをした、わー、誰が一番印象強いですか、女です、印象強かったのは二編、あの何だっけあれ、あの、あのブレイキングナイン、配信で見ててんけど、うん、一番印象残ったの、めっちゃ面白かった、ドイツでかな、賢すぎて、でもあれちょっとあの嫌って言ってました、なんかあれのせいで、うん、あのイメージ、はい、イメージついちゃって今日投げたら取ってくる、へー意外へー意外へー意外、そう遊びたい、買えるよな、あのレーザーなんかレイとか全然印象なかったもん、マジでなかった言われました、しかもそれ、うん、え、言ってたってってぐらいほんまに印象ない、兄もピンクピンク多いけど、そう長すぎてオーディションのこっち来て、初日オーディションの時にレイ見て、え、この子印象なかったのすごいな、なんか嬉しいけど、嬉しいのに、うん、雨が降っていいやん、アコセンター、はい、私レイコンセレクションできたら目つけてました、え、どうなん、あのレイオちゃんと一緒にいてずっと、うん、あのなんか可愛い二人いるなと思ってずっと真後ろで見てます、すごい匂い、ストーカー気質なんで、臭い、私かわいい子の後ろでセレクション、あれ穴開いてるし、マジで、あみたん隣でやったことない、どうなんや、あみたん自信さんの時から目つけてたんです、自信さんの時から目つけてたんです、超初期めちゃめちゃ前じゃん、そうなんですよ、私子さんなんで、ケリオさんありがとうございます、いけよ、いけよ、年下だから、なあ、シャープさん、ありがとうございます、ハート、あ、マリナちゃんもハートありがとうございます、やばすぎる、アミミが、あ、危ないわ、ジンくん、ジンくん、タコありがとうございます、マイメロさん、さくらありがとうございます、今靴のことクックって言った、ちょっとクック片付けてくる、めっちゃ若いすぎたね、トロロ、え、お披露目で目についたのレイポンやって、おめでとう、やった、あ、なんや、なんや、なんや、お披露目2月目、逆にユーミンの最初に見た時の印象は教えてください、怖いです、怖い怖いです、なんだそうやねんな、アミーヌ、アミタン、おいでアミミ、アミちゃん、アミーズ、アミ、またピンク、アミタン、アミーズ、アミタン、ミューズ、あ、落ちる、ヤクロ石鹸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 、ヤクロ、あ、違う違う、こっちこっち、色違いないです、めっちゃ多い、めっちゃ多いピンクマンね、ピンク、ゆきの半顔、土、土やめて、あみみ、はる、一番ダメ、再生萌え、一番なじめん、あやみ、ダメ、帰ってた、帰ってた、あー食べたい
ちなみに私の分も買いに行ってもらクレープ食べたいんですよ。え、わかる。え、わかる、うん、でもお腹すいたな。もうお腹すいた。今日あれなんです、10時から食べてないんですよ。 え、それお腹すくなってんのよ。そう、お前らの方がくせえよ。お前ら崩壊してる子より。もう言っていいの、弱火してんじゃん。そうやよ。何してんの、どう。いや、お前よりはもう本性出まくりや。そうやん。でもそれ面白いと思うで。面白くないです。はい。てかさ、レアのめっちゃ T シャツでかかったね。あ、え、すごい。あ、でかいね。見てください。ほんまや。チャーリーさん、ありがとうございます。え、チャーリーさん、私押してくれないって方で。え、本当ですか。ありがとうございます。白、白、ありがとうございます。押し編、うん、押し編、押し編、チャーリーさん、本当もありがとうございます。いらんこと言うんじゃない。メロさん、さくら、ありがとうございます。ねえ、真ん中食べたい。ケンさん、ありがとうございます。食べたい。ジンくん、星ありがとうございます。あ、テレオさん、たこや、たこ、ありがとうございます。マリナちゃん、ハートありがとうございます。行動力やば、決めたない。あ、そっか。ニエちゃん、あー、もうこれ、食べたい。せーの、今、小山さんが見てます。左右さんへのケンだ。え、今3位だよ。マジ？あれ？あ、惚れてない。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 すごいな。うん、すごいじゃん。ありがとうございます。もう、まなんか食べた。はい。ゆきの1位になってね。こういう感じ。ゆきの1位になってね。頑張る。まなんか食べたい。はい、せーの。かわいい。まなんそれ。即興です。じゃあ待って、着替えるから。いや、着替えるから買いに行け。もうこれ帰ろう。あやみのアバターでた。帰ります。あやみのアバターが出たって、この人。これに帰る。帰ります。あ、ほんまや。すごい忙しい。何が何で何なんなん。あー、気持ち悪い。愛想だよ、愛想だ。また忙しいから帰る。本当に忙しいのか。もう忙しい。あ、でもこれも春休みの宿題しやが。なんで？うん、それ。え、もかちゃんいなきゃいけない。え、じゃあ花火。え、買えんの？買えるよ。お揃いを、ね、期待してたよ。汗かいちゃダメだから。なんで？え、私もよ。汗当てたから。あ、知らんかった。ダメだよ。あ、ほんま。なんか、まあ、でも今日私しっかりできるから大丈夫。あ、今日お風呂入れるの。よっこいしょ。注意してくるから逃げて。
ユキの他に誰かとするの？やって言った。ほらやばいってこれ。アミえ、まだ見てやったらフォロワー半分減っちゃうから。あ、そう、3割増しになる。あ、ごめんなさい。え、無理です。やばい。まず話しかける。ちゃん、あげる。これいつまで？ありがとう。これ3時。もう決まったらいい。え、のぼ。はい。でも1週間ですか？25なんで今日。あ、3月か。はい、3月。違う、違う。それはちょっと。シャープさん、ありがとうございます。ハート。あ、タコもありがとうございます。綾野さん、ハートありがとうございます。トモタンさん、ハートありがとうございます。リボンついてるよ、みたいな。あ、もう遅いやつ。まだ雪届くなった日も。アミ頑張ってください。ありがとう。アミちゃん、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 でも面白い。コーリー一緒に帰ろうかな。いやいや、そもそも出たらダメ。そうなんよ。てーちゃんは一緒に帰ろうね。うん、でもこれだ。寄り道するんだよ。あ、そうやな、あれな。こっちゃん、ヤスさん、ハート100個ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ごめん。こっちに来てて。あ、みたい、人気疲れてますよ。疲れてますよ。もうみんな帰るの？あ、リボンちゃん、私いるよ。マヤもいるよ。あ、来てて。かわいい。レモンちゃんいるよ。やった。レモン、エンドさん、桜ありがとうございます。レモンちゃんのマイクレーム2人が食べに行ったから。初見でそれぐらいの発表。58分。あ、まだまだ行きたいとこ。ちょっと自撮りで。はい、13位、ともたんさん、ありがとうございます。12位、ゆきのん、たん推しの焼き鳥先生、ありがとうございます。11位、シャープさん、ありがとうございます。11位、ありがとう。フェイポン、しかも9位、やっさん、ありがとう。8位、スノーマンさん、ありがとうございます。7位、しゅんたさん、ありがとうございます。6位、てりおさん、ありがとうございます。5位、まえめろさん、ありがとうございます。4位、けんさん、ありがとうございます。3位、はるみずあさん、ありがとうございます。2位、チャーリーさん、ありがとうございます。1位、ジンくん、ありがとうございます。この人でも私の推しじゃないですか。なんか、でも嬉しいな。はい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます、皆さん。あと続き、次9時、7時45分からです。7時45分から、はい、あ、じゃあ、あと45分後か。はい、皆さん、引き続き応援お願いします。お願いします、来てください。本当にありがとうございます。あと1分。あれ、鎖骨ありますね。あ、7時、あ、終わります。バイバーイ。バイバーイ。